ましょう。どうぞ。かわいい。うわ、結構照れてます。進化しちゃうよ。ジェンダーレス男子ってことですから、うん、男性が好きなわけじゃない。あ、女の子に。あれ、女の子の顔しちゃった。あ、ダメだ、ダメだ。あれ、女の子だ。女の子だな。ザコン、ザコン、グッと言ってみる。すいませんね、結構で静電気が毎回起きてる。見ない、見ない。皆さんお考えください。どうぞ。あ、結構早くもう。ハリセンボンみたいなツッコミするじゃないですか。じゃあ行きましょう、はい、ではまず月9チームから見てみましょう。どうぞ。攻めましたよ我々は、うん、うわ、D 境界線、 D と E、うん、攻めた、はい、4番が攻めた、ね、4番の方が女性です。はい、B と F の境界線、はい、2345が、うん、が男性です。なんで2番の方なんて女性に見えないんですか。そうなの。ほら、やったー。一番近くで見た人なのにね、男にドキドキさせてどうするんすか。パスポートの写真があるみたいなんで見てみたい。いや、だってほら、これで撮れんの。あ、撮れました。もう普段から女装してるので。そっか。でも声もさ、もう女の子じゃん。いや、男ですよ。女の子が好きなの。一番の方、一番オープンしてみましょうか。かわいい、かっこいいよ。女子、女子だ。成人式の写真もあるみたいなんで。あ、見て。かっこいい。めっちゃギャルみたいな。ずっと普段もその顔。あ、普段男装モデルをしておりまして。はい。こちら。え？全然違うね。はい、そうですね。女の子の声。男性の声だとどんな感じ？男の声だと。どこどこ。よいしょ。ママと。はい。あ、トレジャー。かっこいいよ。女の子の袴着て行ったっていうエピソード。おしゃれ。ダンス。かわいいな。ぽっちゃりしてた。ね、はい。結構20キロぐらいやって。しっかり男だな。はい。女の子ですよね。レスラー。レスラーなんだよね。そうなんだ。え、こんなに綺麗だね、うん、レフリーの方すごい髪長くない、ね、審判の髪型昔の俺に似てるよね。昔の俺あんな髪型してたよ。ジェンダーレスだよ。木曜10時の2チームでした。ということで、木10チームが2問正解で優勝です。コメンタ y suscríbete para saber las novedades.